保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回も動画はメインクーンのキアヌ、実は犬歯が6本ということでですね、この子がね、キアヌって言います。種類としてはね、メインクーンということですのでね、体はとっても大きいですね。で、もっと野生的な感じのイメージをしてたんですけれども、なんかこの子すごいボーっとしてる感じでしょ。ただね、お腹をモフモフしているとね、カミカミしだしたんですけれども、ちょっとね、こういう時って目がワイルドになってるかなっていう気がしますね。目を細めるとね、とっても可愛いですよね。お尻カキカキカキってね。あーって口開けてますね。手で遊んで、あんまりね、本当は手では遊ばない方がいいんですけれどもね。今ね、シャーって言ったんですよ。ひょっとしたらね、尻尾の部分、尻尾の付け根の部分を触られるのがね、嫌な子なのかもしれないですね。で、今、尻尾を激しめに振ってるということで、少しイライラしてたかもしれないですね。ドアップいかがでしょうか。でまた撫でるとちょっと嫌な感じがしたので、もうおもちゃで遊ぶようにしましたよ。あんまりね、これ以上イライラさせてもいけないのでね。で、するとね、なんかもっとなんかぼーっとした感じの子かなって思うと、キアヌ意外とね、遊んでくれるんですよ。ね、いいでしょう。今回のお店は、大阪梅田から一駅、阪急十三駅近くにある保護猫カフェ、猫の木さんです。猫の木さんはね、レスキューをしているということもあり、結構ね、純血種とかもいてるんですね。で、もう一匹手がちょいちょい出てるんですけれども、ね、わかりますか？今来ましたよね。この子が、エジプシャンマウっていう、ちょっと珍しい種類の猫ちゃんなんですね。まあ、そういった猫もいてますね。ちょっと落ち着いたかな？で、なでなでしますよ。なでなでしてもう一回おもちゃを取ると遊んでくれましたね。結構おもちゃで遊ぶのが好きみたいな子ですよね。見てください、この尻尾すごいでしょ、ふさふさして。今からね、犬歯の方をご覧いただきたいんですけれども、下の方を見ていただくと4本あるの分かりますかね。猫兄さんは初めて見ましたね。これで調べてみると、乳歯が抜けずに永久歯が生えるとたまに4本なる子がいてるとかって言うんですけれども、この子の年齢が実はわからないので、どういう状況なのかはね、ねわからないですけど、結構こういうのって珍しいみたいなのでね、初めて見れました。まあ痛みとかがないのであればね、別にまあこのままでもいいのかなとも思いながら見てますけれども、どうなんでしょうかね。それにしてもね、この子のふさふさした感じ、とってもいいですよね。で、最初ね、噛むふりはしてましたけど、特にね、こう、怪我をさせるとかっていうことではなくてね、穏やかな子ですよね。で、ちょっと珍しい口もしてますしね。すごい可愛いですね。キアヌくんですよ。ね、頭の方を撫でてると怒ることもなくね、気持ちよさそうに、ね、可愛い顔を見せてくれますのでね、本当にいい子ですよ、ね、本当にこの目を細めてる感じがね、猫兄さんは大好きですよ。いい顔してますよね。お、ちょっと本気になったかな。ねえ、今までちょっと寝転がりながら遊んでたんですけれどもね。うん、また、また横になりましたね。でも今度は猫キックもちょっと入ってますよね。おもちゃで遊ぶのも好きなのかな。いい子だ。やっぱすぐに動きが止まる子なんですね。
この子と一緒にいると穏やかに日々を過ごせそうで、ね、癒される子ですよ。また猫キック、猫キック、いいですね。で、キアヌくんなんですけれども、他の猫ちゃんとも特になんか争い事が起こるわけでもなく、まあ、この雰囲気のまんまね、過ごしてますので、多頭飼育にも向いてるのかなっていう気はしておりますよ。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ、猫の木さんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。